んということを。まずはノイズ討伐ね。ああやろう。ウラン、しっかり。集中。行くわよ。頑張りましょう。行くわよ。頑張りましょう。こんにちは。僕はウランの兄のリバン、恵み使いをやってます。ああよろしく。ねえリバン、調和の実は食べてるよね。なんだよ当たり前だろ。リバン、これは何事？ああこれは例の男、アルクタンバレーとゼフトハイツの事件で目撃されたノイズ使いさ。女神ユノのミグミーが来て男の捜索をするように依頼されたんだ。ユノの依頼だからね、ハルモニア中のミグミー使いが探したんだ。そんな中で僕が見つけたんだよ。
すごいと思わないか。こうして死体になってしまったけど、ウランの顔も立つだろ。死んでいるのか。ええ、その通りです。この男は、ああ、立ち話もなんだから、うちの店に来ませんか。こんなに気楽にデミゴットを誘ってもよければですが。構わんが、この男はどうする。ミグミーに任せましょう。わかるな。いつものように頼むよ。どこへ運ぶの。路上で死んだ者は種族問わず調和のためにハルモニアに献体され、果樹園の土を豊かにする肥料にされます。そう、路上で死ぬような者は調和の世界のはみ出し者、ノイズのようなものですからね。せめてもの罪滅ぼしですよ。彼も満足でしょう。そうじゃな。うん、その通りじゃ。では僕は一足先に戻って店先を片付けますね。ウラン、皆さんをご案内して。好青年って感じだね。いいなあ、あんなお兄さんがいて。うん、そうだね。否定はしないよ。子供の頃から自慢の兄なの。いらっしゃい。ちょっとみぐみ臭いですかね。それから申し訳ありません、報告書を書くので少し待ってくださいね。あとみぐみを配送に出さなくちゃ。ウランはここで育ったんだね。うん、うるさい連中への耐性が強いのはそのおかげで。そうかも。見ろよ、ミグミーたちもシュンとしてる。ミグミー使いの素質はウランの方が上だ。母さんはそれを知っていたからウランに後を託したんだぞ。経営と営業はリバンの方が得意でしょってことは二人で母さん一人分じゃないかそれじゃあリバン、そろそろ行くね。な、じゃあみんなそんな顔しないでリバンをよろしくね。ウラン、お前は我が家の誇りだよ。中身はもぎたての調和の実。届け先はベティラだよ。いいかい、ベティラ。ベティラ、ベティラ、ベティラ、ベティラ。ベティラは遠いですよね。今のミグミーが運ぶんですか。そう単純じゃないんだ。ミグミーはあちこちに住んでいるだろう。そのミグミーからミグミーへ伝言と荷物がリレーされるんだ。だから荷物や情報がちゃんと届く仕組みは大部分ミグミーたちの習性に頼っている。ミグミー使いの仕事なんてミグミーのための客引きみたいなものかもね。ともみ。
ああ、ごめんごめん。どこから説明しようかな。普段ミグミーとしか話していないからな。さっきの町で死んでいた男、名前がわからないので仮に A としますね。僕が A を見つけた時、彼はまだ生きていました。調和の世界を侮辱する言葉を叫びながらノイズを操っていたように見えました。そこに別の男 B が現れたんです。二人は同じような衣装で顔や体を隠していました。そして顔見知りのように見えました。初めは親しげに話していたのですが、やがてそれが激しい口論になりました。そして B の体がまばゆく輝いたかと思うと、ノイズたちが突然 A に襲いかかったんです。 A が操っていたノイズを今度は B が操っていたように見えました。そして A は倒れ、 B はどこかへ逃げてしまったんです。あ、僕の話通じてるかな。うん、大丈夫。仲間割れ、うちは揉め、そんな感じだな。 A も B もあのブレイザーやセリンの仲間かな。ディソナンス計画の仲間。仲間割れ大歓迎じゃない。最後にこれは僕の個人的な印象なんだけど、B は歩くたんだと思う。うん、きっと歩くたんだ。そう。これは大きな事件なのかい？そうだけど、心配しないで。私たちデミゴッドがちゃんと解決する。町はまた平和に戻るよ。僕は町よりもウランが心配だよ。うん、ありがとう。少しばかりミグミーの匂いに当たったようだ。一度基地に戻ろうではないか。そんなに匂う？まあいいけど。これもブレイザーやセリンの仕業。そういえばあの男はどうしたの？ほら、ノイズや守護獣を呼んだメリオン。世界の店、毎日賑やかそうね。気が紛れるわ。リバンの A とか B の話で思いついたんだけど、俺たちの敵にも名前をつけてやろうぜ。ブレイザーとかセリンとか、ノイズを操る死んだ A とか、犯人らしき B とか、調和の実を食べていない奴ら、あいつらをまとめて不実の徒と呼ぶのはどうだろう。不実の徒、調和の実を拒否する連中。いいよ、不実の徒を倒して調和を取り戻そう。もう少しかっこいい名前にしない？格好悪い方が奴らにふさわしいわ。俺のセンスに文句ある？そんなことで揉めないでくださいよ。あれ、アルパジョとアラシアは？ここにいたんだ。男 A は息子のレオナルドだ。間違いない。死んだと思っていた息子が実は生きていて、でも私たちの前に現れた時にはやっぱり死んでいた。あいつには失望していたし、腹も立てた。憎みさえしたものだ。でも今はただただ悲しい。ウラン、
レオナルドのことはあなたからみんなに伝えてくれる。うん、わかった。そうするね。もう少しここで過ごしたら戻るわ。その時はもういつもの私たちに戻るから。うん、わかった。聞いてくれる？私たちが知っている不実の徒は3人いるよね。アビシー族のセリン、ゼフト族のブレイサー、そしてアルクタン族らしき男。この3人を糸口にして不実の徒の組織を、そんなものがあるならだけど、敵を壊滅させなくちゃならない。そのアルクタンらしき男に心当たりがある。アルシオンに行きたい。ジマー、俺の息子だと思う。うん、わかった。じゃあみんなフェドラのところで。察しはつくけどね。はい、またよろしくね。アウィシー族のセリンの言葉を覚えているか。アウィシーはアウィシー、アルクタンはアルクタン。うん、覚えてるよ。あれは俺がジマーに言った言葉だ。調和の否定だな。交わらなければ調和は保たれる、そう考えるアルクタンは多い。俺はそれを調和とは呼びたくない。議論は後。ダグマ、どこで何をすればいいの？ジマーは母親に手紙を書いているはずだ。手紙があれば行方がわかるだろう。ジマーと会ったらダグマどうするつもり？くだらんことを聞くな。俺はデミコットだ。また会ったな、ブレイザー。ジマーは一緒なのか？生き延びたら教えよう。私の番です。頑張りましょう。
私の番ね。道を踏み外したのはお前のせいだな。息子レオナルドだ。ああ、あいつか。あれはセリンの手のものだ。ジマーも一緒か。ジマーは多忙だ。なぜ私たちの家族を巻き込むの？こうして話し合うためだ。話し合う。不実の戸が何を嫌がる。不実の戸、俺たちのことか。それはいい。では今後は不実の戸と名乗ってやろう。お前たちは仲間同士で殺し合うのか。混沌の具現か、刺激なき調和の否定。混沌だの混乱だの、お前らは何が欲しいんじゃ。デミゴッドが入れ替え可能であるように、調和の世界では俺の代わりはいくらでもいるだろう。だが混沌の中では違う。そやで強欲で残忍、ありのままの俺が許される。そんな素晴らしい世の中がほどなく実現する。それなのに哀れ、お前たちはその時代を生きることができない。せめて調和の終焉を見届けてやれ。時代がほどなく実現するということは、まだ時間はあるということね。ジマーの手がかりを探す。手伝ってくれ。ジマーが出した手紙、あるいは妻が俺に何か書き残したかもしれない。日記とかですか？ああ、探せ。あった。読め。これは日記だと思う。ダグマの奥さんの日記。長いから抜き出して読むね。ジマーがアビシーのセリンと一緒になって恐ろしい企みを実行に移そうとしている。企みの詳しい内容は書いていない。ジマーの居場所をダグマに知らせるわけにはいかない。ダグマはデミゴット、二人が戦うことは避けなければ。ジマーたちは調停者の聖獣を横取りすることで目的を果たそうとしている。手紙はすべてジマーの好きな神殿に納めて祈りを捧げよう。手紙の中のジマーの憤り、悲しみが祈りで浄化されるように。ジマーの好きな神殿って？獅子座神殿だ。獅子はアルクタンの象徴だからな。
みんな、よろしく。行くわよ。大丈夫。私の番で。集中。行くわよ。私の番で。みんな、よろしく。行くわよ。
私の番ね。ほら、大丈夫。固まれ。私の番で、はい。神殿へ急ごう。
成しましょう。行くわよ。私の番ね。私の番ね。頑張りましょう。行くわよ。私の番です。行くわよ。アルパジョ。
やっ、ダメか。舐めたらいけませんよ。私の番ね。頑張りましょう。程度なら次のデミゴットに引き継ぐのもありだと思ったけどな。ブレイザーはこの聖獣を使っていたよね。聖獣は扱う者の心持ち次第で善にも悪にもなる。いいえ、善も悪もない世界、それが不実の都の目指す世界なのかもしれない。メンバーの家族が関係していると。なんだろうね。私は家族でよく来たものだ。ああ、はい。行くわよ。
私の番ね。頑張りましょう。来た来た。
の番ね。頑張りましょう。
ね。頑張りましょう。
成長は。居場所はわかる？我らはノイズを放ち、不協和音を奏で、世界を調和以前の世界に戻す。調停者の都合に合わせた窮屈な世界は、刺激に満ちた混沌に変わるだろう。調和の実を吐き捨てよう。調和の実を遠ざけよう。今日も我らは祈りを捧げる。力を与えよ、力を与えよ。太陽に恋して祈れ、風に追われて祈れ、闇から逃げて祈れ。なんだこれは。ダメだ、居場所の特定はできない。ねえ、一度ハルモニアへ戻ろうよ。ジマーの居場所の心当たりがあるの。
アルパ嬢、すまない。レオナルドを殺したのはおそらく。まだわからんよ。仮にそうだったとしても、あなたが謝る必要はないわ。急いだ方がいいと思う。ジマーに会いたいでしょ。ユノの調子は戻ったのかな。ケイディンはどこへ行ったんでしょうね。あんなに僕たちをせかしたのに。ねえ、提案があるの。オルカノンにある全部の神殿を回って、聖獣の力とエンブレムを集めない？ブレイザーたちの力は未知数。できる限りの準備をしなくちゃ。ユノ、会いたい。ユノ、会いたい。ユノが呼んでいる。行ってみよう。ユノ、具合はどうですか？良いとは言えませんね。世界の調和が失われつつあるのが分かります。私の体はこの世界の映し鏡ですから。恵み使いたちの協力で情報が集まりましたので共有したいと思います。ユナイテッドタウンで死んだ男性は名前はレオナルド。わしとアラシアの息子だ。知っています、アルパジョ。アラシア、二人の心の調和を祈ります。しかし今はレオナルドとの関係を忘れてください。これからあまり心地よくはない話をしなくてはなりません。レオナルドはアウィシー族のセリンと親密な関係にあったことが分かりました。二人は仲睦まじく街で過ごしている様子を時折目撃されています。同じようにダグマの息子であるジマーもセリンと過ごしている姿を目撃されています。一人のアウィシー族をめぐる友人同士の三角関係？もちろん僕には経験がありませんけど。そんなロマンティックなものじゃないわ。セリンは男たちを利用して力を集めたの。きっとそう。ケイティ、どこへ行ってたの？情報収集よ。ダグマ、ジマーの居場所が分かったわ。セリンも一緒だと思う。どこだ？ハルモニアのアウィシーウッズ。さあ、早く。ユノ、行ってきます。待っていてくださいね。